アス神社は、和歌山県新宮市にある神社。熊野万原33カ所霊場、第23番。アス神社は、熊野川川口近くにある、宝来山と呼ばれる、小丘陵の南陸に鎮座する。古くは、アスカ社とも称された。宝来山は、南北100メートル、東西50メートル、標高48メートルの湾を伏せたような山陽で、 カンナビの典型とも言うべき姿をしている。熊野早玉大社殿の新宮本社抹社総目録に上を備え、下を備えの最遺石が描かれているように、古くから信仰の対象となっていたと見られる。また、もともとは陸から離れた島であったともされる。熊野の地において、熊野本源はまず神僧神社に降臨し、それから61年後に阿蘇神社北側にある、 石淵谷に勘定されて、その時に、初めてケツハヤタマヤツビミコと称したと伝えられており、熊野権現の具体的な神明が初めて現れた場所とみなされていたことがわかる。その他、境内からは、弥生時代の遺跡が発掘されており、熊野における歴史と信仰の最も古い層に関わる、地として重要である。阿蘇が王子やと被写伝によれば、交渉天皇の代の創建と伝えられる。 平安時代に熊野権現の本寺が確立してからは、大糸組明王を本寺仏として祀った。平安時代後期から12世紀前半までの中世、熊野三景では、明日が神社に参景することが常であったとみられ、中期の天人2年10月27日以上に、三飛鳥王子方兵と記され、熊野九十九王子の王子者としての扱いを受けていたことがわかる。また、 平家物語巻十には、平これ森が、新宮で、アスシャフシオ拝みと記され、アスが神社への参拝が、一般的な事柄であったことが認められる。貴族風土器によれば、金世の明日カ神社には、並宮、拝殿、極書、手老堂、四足門、鳥居、車蔵行所などがあったという。1907年、熊野早玉大社の抹社であった八田ガラス社、宮戸社などを講師した。 本殿名徳元年、足利義満が、明日が神社の増体に際して奉納した、工芸品類。熊野早玉大社の古神宝類と同類のもので、祭人の所用具として奉納された紙、神服調度品などの一括である。70点余りあるすべてが、国宝に指定されている。1951年、文化財保護委員会買取となり、現在は、 京都国立博物館に所蔵されている。社殿背後の山が蓬来山蓬来山京塚は、社殿の裏側から発掘された京塚で、1960年、東京国立博物館によって発掘された。出土遺物は200点余りを数え、東西京が目破片、京筒残片、銅線、和京、京石、常時二年国名のある銅板金具などのほか 隣接する岩室から400点以上に上る、御正体が出土している。御正体の制作年代は、様式から見て、平安時代から室町時代にかけてとみられ、平安時代4点、鎌倉時代119点、室町時代42点、不少数点と分類されている。郷像、掛け仏の両方を含み、描画技法は木彩手彫り、仙国、針書、 近藤池など様々である。描かれているのは、半数以上が、阿蘇ガ神社の本事仏である、大明徳王であるが、熊野三山の本事仏である、阿弥陀如来、薬師如来、千樹観音や、上総神社の本事仏である、愛禅明王像等も出土している。これら出土仏はすべて、東京国立博物館で整理調査、研究されたが、1976年、 神社に返還された後、新宮市立歴史民俗資料館に保管されており、一般に公開されている。出土品は2019年7月23日付で、国の重要文化財に指定された。宝来山は、和歌山県指定史跡である。新宮城第二大城主の水野茂義により、寛永8年に寄進されたもので、黒雲母加工半岩の巨大な一枚岩を刻んで、 仕上げられたものである。同様に、上層神社にも蝶図鉢が寄進されている。新宮市指定文化財として1989年3月25日に指定された。阿蘇が神社境内弥生式建穴住居跡、熊野川川口付近で発掘された遺跡群で弥生時代から古墳時代にかけての集落跡。新宮市の文化財指定名は、 アスカ神社経団や生い式建穴住居跡。1954年2月に地方史研究所が熊野地方で行った総合調査の一環として実施された発掘を第一次とし、1976年末、1978年2月10月、1981年3月と5時に渡る発掘調査が行われている。多くは、 表土海1から1.5メートルの浅い地中に埋蔵されており、今後も異物、遺跡が発見される可能性がある。住居跡が円形3、隅丸方形1、方形6の合計10基、掘ったて柱建物跡4基が確認されているほか、弥生式土器、弾木が多く、その他に薄玉、下玉などの石製品が見られる。地した熊野川河口において、 宝来山独一帯のわずかな尾高地に成立した農耕漁老集落とみられ、神社境内だけでなく、周辺一帯の相当に広い範囲から出土品が見られることから、大規模な集落が存在していたことが推定される。死指定文化財として、1978年9月25日指定。阿蘇が神社の社僧で、境内地後廃の宝来山にある団体商用樹林である。 高木には、クスホルトのキシーなど、赤木には、ミミズバイシロダモタイミンタチバナ、低木には、イヌツゲアセビカマツカクチナシ、さらに臨床には、千両万両ヤブコウジや、団地製のシダ類が繁茂している。市街地の中にありながら、豊富な植物賞を持つ点で貴重な森である。指定天然記念物として、1989年3月25日、指定。天台予約は、 クスノキカクロモジ属の常緑低木で中国から薬用として伝来したと言われている。静岡県、三重県、和歌山県、大阪府、京都府、奈良県及び九州地方の一部に野生化した品種の繁殖が確認されている。新宮市には除服トライ伝説が伝えられ、除服が求めた不老不死の妙薬が天台薬であるとされることから特に珍重される。特に 高来さんは女服が天台予約を採取したところで、あるとされ、神社境内にも植栽されている。天台予約は本来は低木であるが、阿蘇が神社のものは、樹高3メートルに及ぶ古木の株もあることから、貴重なものである。指定天然記念物として、1989年3月25日、指定。阿蘇が神社には、旧国宝の神像三体座像があったが、 1945年7月17日に、戦災で消失した。これらの心臓は1897年、古社寺保存法による第1回の国宝指定時に指定されたものであった。なお、心臓の写真は残っていない。境内に建設された新宮市立の博物館、宝来山京塚や阿蘇貝遺跡の出土品のほか、新宮城や熊野信仰などに関する展示品、 縦穴住居などがある。ありがとうございます。